方競馬、地方競馬探検隊。全国で熱い戦いが繰り広げられている地方競馬、クリック地方競馬、地方競馬探検隊ではその魅力を余すところなくお届けします。クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの浅野康則です。先週の金曜日でダービーウィークが終わりましたね。その6戦すべて現場に行ったわけではないんですけれども、全部観戦、そして参加はしましたよ。いやー、各地でね、本当にダービー馬の称号を目指しての熱い戦いというものが見られましたよね。ちょっと気は早いんですけれども、来年のダービーウィークも本当に楽しみです。さあ、それでは今回のラインナップをご紹介いたしましょう。今回は先週の重賞ウィナー、 GDR データバンク、ジョッキーズボイス、地方競馬トピックスとなっています。それではいつものこのコーナーから参りましょう。クリック、先週の重賞ウィナー。まずは6月2日の火曜日から8日の月曜日までに行われた重賞レースの勝ち馬一覧をご覧いただきましょう。先週の重賞はご覧の通り、すべてダービーとなっています。それではウィナーを紹介していきましょう。2日の火曜日、紋別競馬場では地方全国交流の北海優秀ダービーが行われました。最後の直線に入って2頭のマッチレースとなりましたが、2番人気のアラベスクシーズが1番人気のフーガを頭差を抑え、見事ダービー馬に輝きました。勝ったアラベスクシーズはこれで6戦3勝すべて3着以内の成績、重賞は3度目の挑戦で初勝利となりました。3日水曜日、大井競馬場では東京ダービーが行われました。勝ったのは8番人気川崎のサイレントスタメン。道中後方追走から徐々に押し上げ、最後の直線では馬場の真ん中から上位人気馬を捉え突き抜けました。勝ったサイレントスタメンはクラウンカップに続いての重賞2連勝でダービー制覇。管理する足立勝久調教師、鞍上の金子雅彦騎手は共に嬉しいダービー初勝利となりました。さあ直線ですが、4日の木曜日、姫路競馬場では兵庫ダービーが行われました。勝ったのは単勝 1.4 倍の支持を集めた空手チョップ。スタートで出遅れたものの、道中は5番手を追走、2周目の4コーナーで先頭に並びかけ直線で抜け出しました。空手チョップは通算4勝目、菊水賞に続きこれで2冠達成となりました。3着は11番雪の大道館、10番玉森ターンと並んでいました。5日の金曜日、名古屋競馬場では北陸東海中国地区交流の東海ダービーが行われました。勝ったのは2番人気の牝馬、地元愛知のダイナマイトボディ。1周目の4コーナー手前で先頭に立ち、そのまま見事逃げ切り勝ちを収めました。ダイナマイトボディはこれで5勝目、重賞は3勝目、鞍上の倉地学騎手はデビュー22年目でのダービー初制覇となりました。以上4頭のウィナーを紹介いたしました。北海優秀は9頭でのレースとなりましたが、直線では熱の入る一騎打ちでしたね。勝ったアラベスクシーズ、2着のフーガともどもこの後の活躍も期待できそうです。東京ダービーは私は4コーナーで見ていたんですけれども、その場所とは異様相一変のゴール前となりましたね。勝ったのは、足立厩舎、そして2着も足立厩舎ということでワンツーフィニッシュ。ちなみに3、4、5着は川島正幸厩舎となっていました。続いて行われた兵庫ダービーは 1800m のレース、空手チョップが勝利しました。空手チョップはトレーニングセールの出身馬、前半のロスを見事にカバーしての1着となりました。そして名古屋の東海ダービーは雨模様、かなりひどい馬場での状況だったわけなんですけれども、その中で先手を取って逃げたダイナマイトボディの逃げ切り勝ち、会心の勝利だったと思います。ちなみに東京ダービーと東海ダービーの勝ち馬は、レギュラーメンバー3区ということになりました。以上、先週の重賞ウィナーでした。 GDR データバンク。6月10日水曜日、船橋競馬場では牝馬限定のマイル戦 G3 のマリンカップが行われます。では過去5年間のデータを紐解きながら傾向を探ってまいりましょう。まずは過去5年の上位入選馬です。2004年から2006年にかけてグラブ・ユア・ハートとレマーズ・ガールが3年連続で3着以内に入っています。
また2005年と2007年には当選女王が1着となっています。なお2006年の2着は船橋のジーナフォンテンと JRA のレマーズガールが同着となっています。次に所属別の成績です。 JRA 勢が3勝2着4回3着4回、2005年と2008年は3着までを独占しています。一方地方馬は2勝2着が2回ですが、2007年には地元船橋勢がワンツーを決めています。続いては人気順の人気別の成績です。1番人気が3勝2着1回3着1回で3着内率が 100% と結果を残しています。2番人気は2着1回3着2回で過去5年間1着はありません。その他では4番人気が1勝2着1回、3番人気と5番人気は2着がそれぞれ1回のみとなっています。次は馬体重の増減別の成績です。プラス4キロから9キロの区分が3勝2着1回で勝率 30%、 連帯率は 40%、 またプラス10キロ以上は4頭中3頭が3着以内に入っています。これとは逆に10キロ以上馬体が減っていた馬は15頭出走して3着以内はなし、またマイナス9キロからマイナス4キロは1勝3着2回で3着内率は 18.8% となっています。ちなみにマイナス3キロからプラス3キロは5頭が3着以内に入っていますが、この中でマイナス体重だったのは1頭のみでした。データ上では馬体重がマイナスの馬は割引という結果が出ています。最後は客室別の成績です。差しが3勝2着5回3着2回と3分の2を占めています。その他では先行が1着から3着までをそれぞれ1回ずつ、逃げは1着が1回、追い込みは3着が1回となっています。以上、マリンカップ過去5年間のデータをご覧いただきました。馬体重別のデータは気になりますよね。昨年こそマイナス7キロの名将バトラーが勝ちましたが、その昨年はプラス体重の馬が3頭だけでした。しかしながらそのうちの1頭のラピッドオレンジが2着に入っていますからね、このデータはかなり使えそうですよね。ぜひ参考にしてみてください。過去の優勝馬には中央地方を代表する牝馬が名を連ねているこのレース、今年はどの馬がその歴史に名を刻むのでしょうか。 G3 マリンカップは6月10日水曜日午後6時25分午後6時25分の発送予定です。ジョッキーズボイス、ジョッキーズボイスのコーナーです。今回は先日の兵庫ダービーを空手チョップで制した下原治騎手です。下原治騎手はまだ31歳なんですよね。広島県東部の出身で、現在の勝ち鞍勝利数が890勝弱ということでございますので、1000勝まであと100勝ちょっとということになります。さあ、それではご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス。そうですね、馬主さんに紹介されて、まあ父の友人が、まあ、馬主さんだったんですけど、その人が小柄だったんで、騎手になってみないかっていうのがきっかけでした。思った以上にその華やかさよりも裏の厳しさの方があるなって思いました。そうですね、所属の寺島調教師がこれに山形だったんで、それを真似て作りました。よくデビューした当初は寺島調教師に似てるなっていうのはよく言われましたけどね、はい、そして岩田騎手です。やっぱり瞬時の判断力っていうのはすごいと思います。そうですね、デビューした頃はねちょっと緊張したりしてたんですけどね、今は心構えっていうのはあまりないんですけど、その馬にその合ったペースで乗れたらいいなっていうのは、あんまりハイペースに乗っていかないようにとか、
スローペースだったらどう乗るかとかいうそのペースのことには気をつけようと思ってます。その昔はありましたけど今は全くないです。人気した馬だったらこの蔵一番乗りやすいなっていうのを使ったりはしてましたけど。そういったことをなんでやめてしまったんですか。そうですね、今はどれも一緒かなっていう感じが、はい、そうですね、やっぱ地方競馬やってるとその乗ってたら先行が好きですね。あまり展開に左右されずに先行できなくても差しにも回せるっていう強みがありますよね。そうですね、まあ、今やってるこの姫路競馬場っていうのは僕結構好きなんですけど、この結構コーナーきついんでそのコースロスしたらいけないし、その微妙なところの難しさが後から考えさせられるところがね結構好きなところですよね。そうですね、やっぱり行ったレースその本番前にやってるレースはいろいろ見て乗る前の参考にはします。で前残りか後ろから来てる馬が多いかっていうのはそこで判断して、あとはいつも乗せてもらってる馬なんでそれから考えます。いや、あんまり最近はないですね、はい、あんまりその人気よりもその相手関係とか見て乗ろうとしてます、はい、そうですね、やっぱりチャンス到来の佐賀記念とかやっぱベスト泰山とかね、やっぱ数多く重賞勝たせてもらった馬っていうのは人気もすごい背負ってきていろいろ結果を出してくれた馬ですからすごいいい経験になってます。そうですね、やっぱりチャンス到来絶対勝たせたかったんですけど、やっぱ結構大きなプレッシャーというかそういう緊張感はなかったんですけど、まあ、みんな期待してる人がね馬主さんとか多かったんでね、プレッシャーは少し感じましたけど、そこはね考えたことはないですね、はい、上手な騎手の条件、そうですね、その時その時に瞬時の判断ができる人だと思うんですけどね、岩田騎手ですね、はい、やっぱそういうスタートのうまさもそうなんですけど、やっぱ瞬時の判断力はすごいと思います。そうですね、スタートを五分に出してやっぱこの折り合いつけてやっぱ上がりそのためてのいかにねロスなく回ってきて直線伸ばしてやるかっていう、まあ、相手がいるんでね難しいんですけど、それをファンに、ね、喜んでもらえるようにできたらと思います。そうですね、花に行きたい2番手行きたいっていう時でもその無理してくるやつがいたらその生かすっていうそういうことはしてます。そうですね、すごいつけたい位置に行こうと思うんですけど、その深追いしないようにやっぱりこう思ってた2番手だったらもう無理に行こうとしないことですね、はい、そうですね、向こう正面で歯磨かりをちょっと確かめながら行ってその歯磨きを外さない方がいいかもっと外しておった方がいいかっていうのはそういうふうに考えて向こう正面で歯磨かりを様子見ながら折ってます。ストレッチはレース乗る前に毎日してます。首を怪我したりやっぱ腰痛が出てきたりしたんで25、6ぐらいの時からもうするようにしてます。そうですね、まあ
家でゆっくりしたりとか、そんな感じですけどね。もう寝転んでテレビ見るとか、はい、まあ、あの夜おいしいものを食べてビールを飲むとか、そういうことですかね。リラックスですかね。やっぱり力入ったりすると力んじゃって、やっぱりスタートも出遅れたりすると思うし、まあ、その平常心とかそういう言葉は僕は好きですね。結構わがままで自分勝手だと思います。そうですね、やっぱりそういう一着でゴール入る時ですかね、はい、あの馬主さん、調教師さん、あのその騎手の期待を背負って走ってくれて、それで結果出して、あのファンに見せてくれるすごいものだと思います。これからもいい騎乗してファンに見てもらいたいと思うので、あの園田競馬場、姫路競馬場にも足を運んでください。よろしくお願いします。下原騎手のインタビューをお聞きいただきました。いやー、もうね、本当にお聞きいただいて分かる通りに本当に素朴なんですよね。私も以前にインタビューさせてもらったことがあるんですけれども、まあ、よくこういう勝負の世界にありがちなギラギラ感というのが本当にないんですよ。ただそれでも結果を残しているということは、うちに秘めたる闘志、相当なものがあるんじゃないかなというふうに勝手に理解しているところなんですが、その一言で下原騎手をというのはちょっとおこがましいんですけれども、こんな感じなのかなというふうに思います。静かなる闘志、それがゲートが開くと表に出る表情一変という、そういった下原騎手なのではないでしょうか。以上、ジョッキーズボイスのコーナーでした。地方競馬トピックスのコーナーです。まずは先週の地方競馬に関するニュースをご紹介いたしましょう。6月1日月曜日、笠松の佐藤智則騎手が名古屋競馬の第7レースをエムズドリームで勝ち、地方通算500勝目を達成しました。デビューから9年2ヶ月、5戦12戦目での記録達成となりました。4日の木曜日、愛知の宇都秀樹騎手が名古屋競馬場の第6レースをサウスファングで勝ち、地方通算1500勝目を挙げました。1986年10月、中京競馬場でのデビューからおよそ23年、14,499戦目での記録達成となりました。その後4番の超ときめきが続いていたと思われます。佐藤智則騎手は他地区への遠征も積極的にこなしていますよね。今週の水曜日、マリンカップの日は船橋競馬場で騎乗予定となっています。それから宇都騎手も、JRA などへの遠征もかなりやっていますよね。各地で見られて、その姿が見られておりますが、今後の活躍も期待したいところです。さあ、それでは代わって今週のお知らせです。10日の水曜日、G3 のマリンカップが行われる船橋競馬場では、船ワンナビゲーターによるトークライブなどのイベントが実施されます。はい、こちらは特別観覧席でのイベントもありますので、ちょっと早めにお出かけして特別観覧席をゲットして、イベントに全て参加してみるというのも面白いのではないでしょうか。さあ、それでは今週の重賞のラインナップご紹介しましょう。今週は11日の木曜日に笠松競馬場で JRA スプリンターズステークスへのステップ競争の代表馬選定競争、北陸、東海、近畿、中国地区交流のサマーカップが行われます。続いて今週の GDR ダートグレード競争です。10日の水曜日に船橋競馬場で牝馬限定の G3 マリンカップが行われます。熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。そのマリンカップでは、ヤマトマリオンとユキちゃんがエンプレスハイ以来の実戦顔合わせということになりますよね。ただし今回は金量が逆転、ヤマトマリオンが55キロでユキちゃんが56キロ、ユキちゃんの方が1キロ重いということになるわけなんですよね。そのあたりがかなりのポイントとなりそうなんですけれどもね、それでもユキちゃんは、
ファンの大変に多い馬ですからね、そのあたりを克服してなんとか頑張って、結果を残してもらいたいなというふうにも思いますが、しかしながらヤマトマリオンもね、みゆきちゃんまたそのコメントが聞かれるんでしょうか。本当に楽しみな一戦となりそうです。それでは次回もお楽しみに。火曜日はクリック地方競馬にレッツクリック。